どうもミルキーしんよです。よろしくお願いします。ミルキーラッキー。はい、ミルキーしんよです。よろしくお願いします。これ大阪の頃の話なんですけれどもね、大阪でね、近所のコンビニのね、おばちゃんがすごい元気よくてね、独特の挨拶だったんですよね。いつもね、元気よく笑顔でね、いらっしゃい待ってーって言うんですよね。もう近所では有名、いらっしゃい待ってー、いらっしゃい待ってーって言うんですよ、笑顔でね。あのふざけてるわけじゃなくてね、すごい真面目でね、元気良すぎて、もういらっしゃい待ってーって言ってね、いつもそれでね、元気もらってたんですけどね、ある日酔っ払いのおっちゃんにね、それでね、怒られてたんですよね。いらっしゃい待ってーって言うからね、お前ふざけてんのかーみたいな感じで酔っ払いのおっちゃんにね、絡まれてて、でその時にね、そのおばちゃんがね、その酔っ払いの人に対してね、申し訳ありませんって言ってたんですよね。マジな顔で、申し訳なさそうな顔して、申し訳ありませんって言ってたんですよ。ほんなおっちゃんね、分かったらええねんって、いや、いいんかい、それでって言う、それはそれでええんやっていうね、言い方で怒ってたんちゃうんかいっていうね、申し訳ありませんって言ったら、分かってねえと言えば、いや、納得したっていうね、それは委員会っていうね、面白いやりとりがありましたということでね、元気いっぱいのおばちゃんでした。どうもありがとうございました。